聞きながらお願いします。はい、見てるだけでいいね。うん、早く帰って。はい、すいません。早く帰ってたのかな。自覚あるじゃんし。送られんだよ、福祉ツイートが完全に。ほんと。パスポーツしたいんだよ。このライブは過去12年間で劇場にて行われた12の公演を現メンバーでリバイバルするという SKE48 史上類を見ない最大かつ最長のライブとなっております。そしてですね、今回はこの1年での最大のお祭りを盛り上げるべく公演に出演するメンバーごとに本番まで毎日ショールームで配信をしていきたいと思います。ということで早速ですが、私たちはね、ディスタンス公演のメンバーですけれども、はいはい、どうですか、公演この12公演やるって発表されてどうでしたか？いやすごい、あ、力いいですか？どうぞ、ご自由におしゃべりください。やっぱ初めてだからね。ちょっと、初めて新人なので、うん、ちょっとおとなしく行きたいですね、今日は。ちょっとおとなしく。おとなしく行くんですか？うん、結構あれよ、最初からざわついてる。本当だよね、できた告知ツイートはできたの？できてないです、まだ。いやねぇ、始まる前にやんなきゃいけない。だって、皆さんが、やっぱちょっとね、すごい話したいっていう気持ちが強かったから、いやね、そこの話したら、その気持ちにお答えしてると思って、なんで話したら、遅れましたね。ちょっとこれは、優しさもありますよ、ごめんなさい。向こうにしない、なんでありますよ。なんでそんな上からなん。いや、本当にすいませんね。いいよ、とりあえずツイックしな。うん、早く、じゃあ、言葉が見つかないですよ、どうしてかな。何した？何が見つかんない？言葉が見つかんない。どうした？語彙力。語彙力なくなってんの？ちょっと隠すのやめてほしいですよね。そう。え、全然話じゃない。いや、やっぱ曲はいいじゃん。ちょっとでも見えてたらファンの方に楽しみがなくなるんですか？見えてない。もしかしたら見えてない。見えてない。そう。高い視覚で見えるから。見えてない。見えてない。ちょっと。見えてない。すごいマイク音声になってた。すごい。うわぁ、すごい。ぜひね、楽しんでいただいて、ストリーミングプラス
ラスの1日投資券はですね、もう販売終了してるんですけれども、うん、1日投資券はですね、LINE ライブビューイングではまだ、はい、販売してるんですかね、うんうん、LINE ライブビューイングではまだ販売してるので、ぜひ1日投資券まだ欲しいなっていう方はそちらでお願いします。しかもね、場所も劇場じゃなくて、そうです、愛知スカイエキスポということで、めちゃめちゃ広広いよね。すごいですね。やばいよね。爆上げでした、テンション、うん。なんか移動遠すぎてさ、なんか端から端みたいな移動がもう50メートル走まで走ってみますよね。私もめちゃくちゃ走るんですよ。え、なんか移動めっちゃ走らない？はい。めちゃくちゃ走るところあります。めっちゃ走るとこ あ,、うん、とこあるんで、そこちょっと見てほしいな。50メートルぐらいを本当に2秒ぐらい走るんで。見てほしい。本当にめちゃくちゃ走るんで。番号があるんですけど、ね、それすらももう遠いから、そうめちゃくちゃ広く撮ってる。劇場公園の倍ぐらい、倍ぐらいあるんです。本当に普通にマジランニング挟んでるんです。そう、本当に普通の公園の体力感がそう、レジ吐けるだけでもランニングなので本当体力の消耗がすごくて、なんかね、普通に公演するより全然疲れてる感があるかもしれないんですけど、そこはね、ちょっと楽しみな気持ちと、あとはアドレナリンでどうにかしていきたい気持ちでいるので、皆さんね、ぜひ応援していってください。よろしくお願いします。ということで、リスタート公演っていうのはどれぐらい前にやってた？いや、それ本当に不思議ですよね。私もなんかめっちゃ最近の公演のイメージあるんだけど、え、絶対違う。そうだよね。なんか私も1個前、K2 の1個前の公演なんで、結構最近かなって思うんですけど、メンバーとか見てると結構卒業してたりして、結構違いますね。意外と、うん、あれこれ結構前なんじゃないかなって思ってる、本当に思ってる。だから何年前なんだろう。いや本当に4年ぐらいじゃないですか。4年前ぐらいです。そうだよね、4年以上前。あやか昇格する前だっけ？え、そうです。あ、そうそうです。昇格する前にはもうやってました。そうなんだ。昇格して何年だったの？ちょっと待って、ごめんなさい、すいません、多分4年ぐらい。結構今あれ4年くらいですよ、4年くらいですよね、うん、あ、そう、4年だ、4年、そう、4、5年前にやってた気がするんですよ、私も。あんまり始めたのは4年、2016年からだって。4年前だ。やばっ。へ、それはすごい昔だね。なんか素晴らしいなと思いましたもん。え、なんか本当に初めてやるメンバーとかも普通にいて、おかしいなって思って結構なんかキュンキュンは知らないらしいよ、そんなにみたいな。そっかそっか。でもリスタートは割とやったことのあるメンバーで構成されてて、そうだね、メンバー的には本当にこの公演の中で結構上位に来るぐらい速やかに進んでる。あ、いいことか。確かにそうかも。もはやふざける余裕ができるぐらい、確かにめちゃくちゃスムーズに進んでます。だいぶふざけた場所はあるし、めちゃくちゃふざけてますよね、常にふざけてる。ほんとごめんなさい。そう、ちゃんとしてるんだよ、ちゃんとリハしてるんだけど、でももうなんか1個先行きましたね、楽しみ。すごい好きな声です、私も大好き。確かにレモさんも出てましたもんね。アンタッですか？いや、出てないの。ええ本当に？ね、それさ、昨日ミナルさんにも言われたんだけどさ。え、なんで？なんかレモちゃん、なんかいつも出てくれてありがとうみたいなこと言われたんだけど。いやいや、そうそう、だから今回私が出る公演は全部初めての公演に
じがした。なんかリハの V とかも全然雰囲気違います。違うよね。リスタートで。なんかね、何が違うって言われたら、もう本当雰囲気が違うとしか言いようがないけど。ケンツーがやってんなって感じですよね。そう。ケンツーがリセットやってるんだなっていう感じがします。しますよね。S のリセットはまたなんか違う雰囲気、なんかもっと大人なイメージだったから、うん、リセット後って。あ、そうなんだ。だけどなんかリスタートって K2 がやるってなった時に、うん、まあ、ね、年上のメンバーから若いメンバーまでいろいろいたとは思うけど、うん、なんかフレッシュ感というか若い感がなんか K2 のリスタートにはあるなって思った。でも K2 の先輩ってなんか若いよね。まあ、確かにめっちゃ若いよ。みんな若いの。年取ってるけど。あの子言いたいですけども。
それじゃなくて、え、何期とか、あ、ドラフト1期生。え、これなんていうの、1期ってことじゃん、うん、そうなんだ。え、分かった、じゃあジュリナさんから呼んでみ、これ。あ、てか、あ、違う書き方見、あれ、あ、ほんとだ、ジュリナさん、これ何期って書いてある、これ1期ってことなんだ、じゃあ。そう、1、あ、じゃあこれが2期、3期、4期、5期、6期、7期、なんでこんな字って、じゃあ、これドラニはなんて呼ぶの、なんでそう探すとこから始まるの。あ、じゃあこれが獲得2期。あ、そう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 、獲得って言うんですかね、ドラフトだから。これ9期でしょ。あ、9期じゃないわ、10期。え、これで10期って呼ぶの、ちょっとそれ分かんない、10期で呼ぶの。え、これ何字って呼ぶんですか、こういうのって。なんか普通に1とかじゃない、その違う文字で。え、なんで1普通に分かんないんだろう、ね、うん、なんかかっこよくしたかったのかな。私はいろいろやりました。いろいろじゃないか。あ、もう何でも見てきた。バイバイバイと、うん、
君についてをやってました、私は。へぇ、はい、じゃあ、私は、オリジナルが君についてで、うん、シャッフルされてからマリオにやってたんですよ。あ、そうですね。そうそうそう、うん、だからマリアって書いてある。多分、イメージがあるんだろうね。じゃあ本当あやめろの残念少女とかもう全然やったことない、ハートの独占権とかやったことないんで、あんまあわかんないですよ、もしかしたら。何やってたんですか。私は何やってたかな。絶対出てました。やってますよ、出てないよね。1回出てたもん、1回は何に出てたの。私何出てたもん、怖すぎなんだ。私はマリアやってたかな。じゃあどうしてよ、マリアっぽいってもね。短いやつ持ってやってたわ。はい、ということで、はい、私たちが次の出演メンバー の、うん、あのユニットを、ね、予想していくので、なるほど、ここに書いていきましょう。次の、ね、配信のメンバーがラムネの飲み方公演のメンバーで、中村泉ちゃん、古畑奈央さん、末永桜花ちゃんの3人のユニットを予想します。はい、なるほど。なんだろうな、クロス、フィンランドミラクル、ワナナシさよなら、ウソ好きなんだしょ。私ゴリゴリに出演するんで。あ、そうだね、はい、全部知っちゃってるんですよ。そうじゃん、わかんない誰か。全然誰もわかんないわ。いや、ちょっとおとなしくしてますね。わかった。あれしちゃいそうなんで、すぐあれしちゃいそうなんで。すぐバラす。すぐあれしちゃうんで私。なんだろう、むずでも全然なんか、イズちゃんとかで、うん、本当になんかラムネのなんかイメージがつかないですよね。確かに、確かにイズリンラムネっぽくない。イズちゃんとか全然。でもなんかおーちゃんはさ、なんか出てたことある。あ、おーちゃん出てた。あ、そうですね。なんかナオさんってなんかラムネのユニットなんか全部イメージある、すごい。ナオさん何してたの。あ、でもフィンランドミラクルはイメージあるけど、まなざしやってるイメージもあるし。いや、後ろ何でしたっけ。なんだろう、クロス、クロスかな。あ、クロスかもしれない。なんか全部見たことある気がする。なんかわかんない。イズリンなんだろうな。でもこれはもう知らないから、もう完全なるイメージです。ね、そんなとこに凝っちゃって。何やってんの。ラムネ描いて遊んでる。ね、早く予想してよ。30分ぐらい。イズリン。何かな。ファンの人を見てるのか。確かにファンの人の。はよかけって書いてある。めっちゃ悩むじゃん、そんな悩む。すごい悩んでる。別にこれ当てたら100万とかそういうことじゃないけど。いや、もうあるかもしれないじゃないですか。ないから。でも王ちゃんはまなざしだけやったことになって。ここあるんだ。ね、すごいね、すごい。ということで、じゃあ私から見せていこうかな。私の予想はこちらです。イズリンがナイス・トゥ・ミーチュー、ナオさんがフィンランド・ミラクルで、オーちゃんがウソつきの道場。ぽいぽいぽい。そう、やっぱちょっとみんなちょっとぽいところで攻めてみました。なんかナオさんがフィンランド・ミラクルってイメージがめっちゃあって、なんかわかんない。やってましたか。わかんない、何のイメージなの。ケンツーの時はあんまり見かけなかったです。ほんと、うん、なんかコンサートかなんかやってたのかな、うんうん、なんかすごいめちゃめちゃイメージあって、で、まあ、おーちゃんのなんかピンクっていうイメージだけで好きなダチョウを選んだ。で、イズリンは、まあ、
ね、全然イメージなかったけど、まあ、中だったらナイストゥミーチューかなっていうイメージで、こんな感じです。じゃあ悩みに悩んでたアイベロさん、じゃん。はい、私はまずイズニーマフィンランドミラクルで、おーちゃんはまなざしさよなら、レノンさんはクロスしました。イズリンは、もう私のイメージなんですけども、すごいフィンランドミラクルも可愛いユニットじゃないですか、うん、こうやってそうだなっていうイメージと、モーちゃんはこうやったことないんですよね。そう、やったことないって書いてあった今。なんかすごい大人な感じも出せるので、うん、まあ、ちょっと大人なおーちゃんも見たいなっていうことで、うん、はい、入れました。で、ナムさんはもう、やっぱもうかっこいいっていうイメージがやっぱ強いので、うん、ちょっとクロスも見てみたいなって思ったし、すごいイメージ的にすごく強かったのでクロスにしました。はい、はい、以上でございます。さあ、あって出てるでしょうか。いいと思います。いい選手だ。ゆきちゃんしてみたいな。いいと思います。そんなちょっとそんな言わないの。そんなそんなかもしれない。まあ、応援見てお楽しみ、はい、お楽しみということで、はい、皆さん楽しみにしていてください。、はい、よろしくお願いします。続いてですが、先日ファンの方からリレー企画案をいただいたんですけれども、それは次回のメンバーに公演の MC を話しても公演の MC で話してほしいお題を提案するというものです。そしてですね、また新しくメンバーの子を見てほしいというお題もいただきましたので、こちらの2つのお題をやっていきたいなというふうに思います。まずはこのメンバーの子を見てほしいについて話していくこと。ああ、出演メンバーのことですね。そう、メンバーの表情やダンスなど公演のここを見逃してほしくない。なるほどね。あ、書くんだ。確かにいっぱい書いてあった。そういうことか。そういうことか、なんか書いてあるなと思ったんだよな。そういうことか。見逃さないでほしい。なんだろう。リスタートですもんね、うん、リスタートのスタート公演でってことだね、うん、なんだろう。もう最近リハしたばかりだからね。そうだね、記憶には結構新しいっちゃ新しいけど、うん、ちょっと見てほしいところいっぱいありすぎるんだけどな。でもメンバーのここ…なんだろう、むず。他の公演でも大丈夫ですよ。あ、他の公演でも大丈夫。そんな幅広がっちゃう。逆に幅広が…悩むよ。悩んじゃうな。なんだろう。でもまあ、全体的にでもいいかな。見どころ多すぎる。見どころ多すぎよ。リスタート本当に行かれてるぐらい見どころが多い。どうしよう。あとなんだろう。ああ、これだな。言ってしまうと、リハしたじゃない、あのリスタート公演の、うん、
もう今日首が痛すぎて痛い、やっぱそれウホですか、絶対ウホだと思う、すごい痛いな、首も痛いし背中も痛いの、背中も痛いの、絶対これなのこれウホなんだ、そうだからうちらの筋肉痛を無駄にしないためにもみんな見てほしい、見てほしい、あとはジグソーパズル48のやっぱメンバーの絡み、まあ、A メラ B メラとかでさ、結構メンバー同士自由になんかね、いたりするんで、そういうところもね、見てほしいなっていうふうに思います。こんな感じですかね、うん、はい、ゆきちゃんの見どころは、はい、私はさっきも出たんですけど、前座と、うん、あと星空のミステイクのイントロで、うん、めちゃくちゃ走るので、あ、イントロイントロ東京放送するから本当に走るんですよダッシュ猛ダッシュするんでいや、本当に、なんかな、10メートル以上走りますよね、走ると思う、走る走る走る、そうだって走ると端から端まで猛ダッシュするんで、端から端まで、そう、本当に普通にランニングなんで見てくださいそうそうそう、本当にやばい、マジダッシュなんでね、ぜひ、そうなんです、そこもね、本当にダッシュなんで、確かにもう今思い出しちゃった、走ったことを、いや、本当に見た方がいい、うん、OK、そう、あ、もう全然あれ前座も前座は本当に、てかもう前座ってか、まあもう最初なんじゃん、前座は絶対見逃さないし、ケンツの前座ってもうほぼ本編だもんね、だってそうだよ絶対見逃さないで、だから早くやあの準備してつけとかないと、うん、なんでちょっと見逃さないで、あ、そうそうそう、絶対ダメですよ、早めにつけといてください、ほんと1日通しで買ってる人とかね、会いたかった見てちょっと休憩みたいな感じにしてる間に始まっちゃったら、お前はから本当に気をつけてください、皆さんお願いします、はい、そして私はそのリスタート公演の中盤曲ですね、まあ、僕のオケラホワイトデイヤとかですかね、うん、中盤曲あるんですけども、まあ、そこはすごく大人な雰囲気の曲なので、うん、まあ、私も二十歳になりましたので大人セクシーを、はい、まあ、私だって昇格してやってた頃は本当にまだね、うん、入っていてもあるんですけど、高校生とかですね、うんうん、高校1年とか1年生とかぐらいなので、うん、あんまりそういう、なんですか、セクシーさというものはやっぱ身についてなかったので、あ、まあ、身につけたとは言ってたから、まだ身につけたとは言ってないけども、やっぱみんな先輩の背中をやっぱ見て踊ってきたので、うん、やっぱそれをやっぱ吸収してきたわけですよ、今まで。で身についたかもしれない、わからない、それは急に不安じゃん、それはまあ、そう見てください、別に見てくださいっていう意味で言わないんですけども、あえて、うん、まあ、そうですね、大人セクシーに披露できたいなっていうのありますね、いいです、はい、結構バラバラだから最初から最後まで見ないと、そういうことだよね、最初から最後まで全部見てもらって、うん、見てください、よろしくお願いします。さて続きまして、さっきも言ったんですけれども、次回のメンバーに公演の MC で話してほしいお題ということで、前回出演したメンバーが公演の MC で話してほしいお題を考えてくれました。まあね、舞台演出の関係もあって、私たちだけじゃね、本番本当に話すかどうかっていうのは考えられないんですけど、もし面白そうな内容があれば採用していきたいなっていうふうに思います。ということで、前回出演したメンバーからの MC のお題提案が、かのちゃんが夢で見たことあれっていうお題をしてくれたんですけど、なんだろうね、夢で見たこと。え、でもなんか最近メンバーに会いすぎて、メンバーがメンバーの夢見るのがめっちゃあるあるらしいし、メンバーの夢めっちゃ見る、あれ、ボーラー見たかもしれない、私は全く見ないんですけど、なんで、まあ、なんで見ないの、マジで忘れないんですよ、そう、なんか、なんだっけっていうのでも忘れた方がいいらしいけど、え、本当ですか、今私もすぐ内容は忘れるけど、でも、あ、今日夢にオシリン出てきたなとか、オシリンさんめっちゃ出てくるらしいです、え、オシリンめっちゃ出てくるインパクト強い、なんか、アーヤかな、うん、アーヤちゃんの夢に、うん、オシリンさんがラジオ体操、しかもいっぱいのオシリンさんがラジオ体操して、うん、だんだんオシリンさんが前で仕切ってましたで、そういう夢が見たらしくて、オシリンしかいないじゃん、そうで、私、オシリンさんの夢に出たらしいんですよ、うん、なんか私が、うん、犬派なんですよ、結構、うん、で、その道ですごい弱ってる犬を手術して元気にさせるっていう夢、すごいじゃん獣医じゃんすごいらしいね、すごい、めっちゃ面白い、面白いよね、なんか夢の話って結構面白いですよ、確かに、うん、でもさ、それ覚えてるかどうかもさ重要じゃない、そう、全然覚えてない、すぐ忘れるからさ、なんか面白い夢見る人とかさ、そういう風に喋る人ってさ、うん、どうやって覚えてるの、すごいですよね、うん、もう起きた瞬間にメモでもすんのかなみたいな、あ、ね、夢ノートとかありますよね、ねえ、すごい、ある夢を書き留めるみたいな、え、
なんかすごい、なんか悪いことにそうな大丈夫、あんまりあんまりよろしくないですね。ちょっとダメです、本当に、やめよう。はい、じゃ続きまして、うん、なんかどんちゃんが考えてくれたのが、うん、ライブや公演前のルーティン。なんだろう、ルーティン、ね、自撮りとか、なんだろう、自撮り。基本的になんかあれなんだよね、わざわざして、あの時間なくない、なんか公演とかライブの前。いいもんですか、 K2 だけじゃないですか、わざわざしてるのって。K2 は本当すごいですよ。え、なになになに、 K2 は多分、K2 って本当にそういうとこあるんですか、ね、多分ですけど、うん、なんか集まり悪いです。エンジンですか、そう、エンジンに集まり悪いですか。いや、エンジンとかもだし、基本的に結構マイペースあーゆったりした人が多いし、うん、マイペースで許される環境でもあったんで、あ、別に遅れても言われない。気が遅い人いますよね。だし、メイク乗り合わない。私かな、あなたですか。私かな、気が遅いというか、あの、でも着替えも遅いし、あ、曲から曲へと。でもなんかそのリスタート公演のリハーサルした時も、うん、あの衣装着てやったじゃないですか。やった。でもその衣装着替え終わったのが、もう全部他のチームの人が早かった。そう、だけど確かに怖い、結構怖いな、めっちゃ面白かった。怖い、確かに。結構さ、衣装さんとかがさ、なんか急いでみたいな、うん、あとどれぐらいだよって言ってくれるんですけど、うん、なんかやばいやばいって言って、行ったら、あの、アミちゃんしかいなくて、うん、倉島アミちゃん、チームインなんだけど、うん、アミちゃんしかいなくて、2人で、あれみたいな、みんなまだ着替えてないんだって言ったら、なんか、ソーダちゃんが、こう、テクテクテクって歩いてきて、うん、えっ、K2 が一番なんだけどってめっちゃ喜んでて。ないよ、ないよ。そうそうそう。でも私が着いた時は、K2 に3人と、あと、炎のとか、優香ちゃんとか、他のチームがめちゃくちゃ多くて、うん、みんなすごいと思う。みんないたね。確かに。でもさっきもすごい着替え部屋で喋るじゃないですか。なのに一番だったのが本当に不思議だった。そうだちゃん、なんか自分で言ってたもん。なんかあんなになんか無駄、なんか無駄話してたのに、なんか私こんな早いんだとかっていうめっちゃ喜んでた。そう。めっちゃ面白かった。遅いんですよ、本当に健康は。そうなんだ。チームは逆に多分そういうことはないかもしれない。チームはすごい。ちゃんと時間に始まるし、なんなら本当時間よりなんか。前に集まってる、うん。集まってるかも、楽屋に。うん、なんか誰々いないよとかってあんまり言わないかも。いないとか言えないぐらいいないですよ。うん、誰々いるよの方がまあ。いる人のチラホラーぐらいですよね。ちょっと早いぐらい。本当にや、そうなんですよ。じゃあちょっと今回の12周年の。ちょっと間短いんで、うん、はい、頑張って、気が出しっぱなしに気をつけていきましょう、はい、あとあるかな、ルーティンだから絶対することみたいな、ね、ね、絶対することなんだろう。でもケンツはバタバタしてるからあれなのか。でもそれもルーティンですもん。もうそれももはやどうやってもバタバタするんだ。なんか普通になんか6人公演とかやって、うん、結構メイク時間とか取られてるじゃないですか。そうだね、絶対ちゃんとできるはずなのに最後めっちゃバタバタする。なんで私たちいつもなんか、私とかはなんかいつも1時間前ぐらいにも着替えて、1時間前、1時間前とかに着替えて、今日はなんかまだ時間あるのかみたいな。1時間前とかもまあ、うん、じゃあもうゆっくりメイクしてますよ。すっごい喋って、ゆっくりメイクして、ドライセクで疲れて、なんかお前はあとは着替えしてみたい。20分ぐらいのところでみんなが眠くなるって言う。なんで喋りすぎて眠くなる。地獄まで、気合いが来てみたいな、すごい、エゴミとかも眠くなりますもん。エゴさんでも、うん、エゴさん確かにあんなにしっかりしてるエゴさんがケンツにいるとみんな眠くなる。怖い、私リスタートしたら眠くなるから。いや、でも私たちが引っ張ってくれないと。確かに。嘘でしょ、うちの部屋、ほんとにケンツ引っ張ってよ。これダメなんですよ。めっちゃ面白いね、それも。でもいいじゃん、ゆったりしてるの。なんかせかせかしててもね、うん、まあ、うん、そうです、人生ダメっすから。そうそうそう、長い時間のうちの何時間だから、うん、そうそう、そういうことでもないっすね。そう、ゆっくりしてこ、ほんとに。いいんですか、そうでもないよ、こんな。行っていいんですか、いいよ、全然しなくていいんですか、いいよ。いいらしいですね。ちなみに、ちなみに K2 で一番気があるのが早い人は誰って。え、だからそうだな、横さんじゃないですか。あ、横見とかは、てか普段の公演はあのうちらもそんな負けてないよね。うん、普段は負けてるけど、まあ、なんかゆずきが早いイメージあるみたいな。確かに、はい、ゆずさんね、やっぱりスタッフいなかったから。あ、そうか、
そしたらサリナが一番なっちゃった。そっか、ゆずきリスターとかいないから、ね、でもなんかサリナもなんか、サリ着替えの早いって思われたくないの。え、なんどうしたの急になんで、なんかやればできるって思われたくないの。言ってない、バレちゃったみたいな、着替え早いのバレちゃったんだけどみたいな。サリうまくあえてよそくそう、なんなんだと思って。別に早くないしね。もうどうなんだろうね、ルカティンとか結構早いかもしれないです。確かに、あ、うん、劇場だとね、まあやったところがね、まだ、うん、慣れないところだからね、まだ喋りすぎとかもあって、うんうんうん、いろいろダメでした。確かにね、ダメでした。だからソダちゃんが一番になっちゃうっていう。だからちょっと、まあ、ソダさんに負けないぐらい、ね、次は頑張って頑張りましょう。本番はね、ソダちゃんに負けないように。もう半分ぐらい着替えた状態で走りをします、私はもう。やめてよ。じゃあ着替えてから、じゃあ着替えてから、じゃあ着替えてから一緒に。結構長いからさ、すごい衣装から、確かにね、道があります。それいいかも。ちょっと1位狙ってみたら、頑張って着替えます。はい、ということで、あ、そうだ、私たちも明日出演するメンバーにお題を提供しなきゃいけない。何がいいかな。ラムネの飲み方公演、この3人ですけど、え、何だろうか。何でもいい、関係もあるじゃん、ダメですか。な、うん、何でもいい。だって、ね、関係、夢で見た、あ、でも夢の金があるから。え、すごい、素晴らしい。そんなすごい、プロは多分そんなことはしない、考えてない。絶対ない。どうだろう、違うのかな。絶対ないですよ。何がいいかな。 MC、 何の飲み方でしょ。イズリンとナオさんとおーちゃん、何がなんかこの3人もまずなんかあんまりなんか、え、真面目じゃない。 SK2 ですもんね。そうだよね、うん、まあチーム違うから、チームの違いとかも今みたいにしないと面白そう。いいですか、 MC やすちょっと抜けました。あれ、何抜けちゃったの。ラムネの飲み方本当にしてますかっていう。何てラムネの飲み方ってあるじゃないですか、うん、ラムネの飲み方してます、本当に皆さん知ってるけど、バンタセバンって押して、え、そういうことじゃないです。え、どういうこと。このあるんですよ、この飲み方があるんですよ。このもうこれはみんな知ってるじゃないですか。知ってるよ。この飲み方です。知ってます、飲み方あるんですよ。何、知らない。え、ありますよね。ほらほらほら、知らない。これこれお題、これお題にしようじゃん。すごい強いみたいな。これにしよう、これにしよう。強いの。これにしよう。じゃあ知ってるか知らないかの話をするだけなの。え、じゃあ明日も誰かが来て教えてくれる、教えてくれるの。ちょっとそれは厳しいですね。来ないじゃん。ダメ、ちょっと難しいから。あれ、そう、ビー玉の止めるみたいな。あれでしょ、あそこのくぼみに入れるんでしょ。あ、知ってるじゃん。なんなし、すごい。なんて言うんですか、ちょっと。なんで、逆に何、なんで知らないと思う。だから逆に、お、知らないんだと思って、意外だなと思って。結構やっぱ物薄いじゃないですか。いや、まさかその程度の話持ってくる。もっとなんかすごい飲み方があるのかなって思って。いや、もうそれしかないですよ。ね、どう考えたの、どの話で一個言い出そうかなと思ってて、一個だけあるんだよ、私にも思ってます、うん、それ、うん、違った。じゃあ、なし、破棄しますから。いいの、この MC しなくて、うん、じゃあ、とりあえず、まあ、人にしてますよ。案として、案として、とりあえず分かんない、向こうが選ぶかどうか分かんないから。そうですよね、一つ案として待って、12周年の MC で何か飲み方知ってますか。何でも飲み方知ってますか、話して今更から強くないですか。何年前の公演で、絶対やってるもん、一回は。でも、まあ、本当にでもここ最近しましたよ、こうやって入れるっていうの、なんかこの引っ掛けて飲むっていうのは。私、まあ、そうなんだ、お母さんだ。え、違う、最近じゃないです、それは最近じゃないです、何年前とかですよ。何年前とかに知ったんで、あ、そういう飲み方があるんだなって思いました。なんかたまに飲み方の違いが引っ掛かるじゃないですか、ビー玉が、もう入っちゃう。そう、飲みの、で、その飲み物が出てこないみたいな、あるじゃないですか。だから、あ、そういう飲み方あるんだなって思ったんで、ちょっと、はい、ちょっと、あん、あんです。あんということです。まあでも1個の案として、1個の案として旅に変わるからね。ラムの飲み方知ってますか、までラムの飲み方知ってますか。ラムの飲み方知ってますか。ラムの質問です。知ってるみたいな、皆さん知ってます、知ってます。 MC やんじゃない絶対、あの、大丈夫かよ、くらいからさ、やっぱ3人のせいになっちゃう。やらないって、これ真剣に考えましたからね、皆さん。でも一応ちゃんとオーターンって書いてあります。はい、お願いします。そうです。みんなで書いてたんですか。うん、うん、考えてもらえると思って。だってみんな承諾したじゃないですか。ってことはもう、これはもう公認ってことで。みんなで考えた。うん、ありがとうございます。そこまで言うなら。
るんだと思ってゆきさんのレオナさん知らないことあるんだもん。こんなちょっと、まあ、常識って言ったらですけども、うん、まあ、大体してるじゃないですか、うん、そうだから意外なところあるんだなと思ってちょっと嬉しくなっちゃった。あー、ちょっとね、自分が知ってるちょっと嬉しくなっちゃった。そう、自分しか知ってないんだなっていう思いでちょっと嬉しくなっちゃった。自分しか知らなそうなことで言うと、おいい、あー、それいいじゃん、自分前からラムネの飲み方ね。どうですかね。それは今発揮しました。それと2人で、自分しか知らなそうなこと、うん、それでお願いします。素晴らしい。はい、ということで、次の出演メンバーのお題はこんな感じでよろしくお願いします、はいはいはい、ということで、まあね、ここで突然なんですけれども、プレゼント企画として12周年のロゴが入ったボードに本日出演のメンバーのサインを書きたいと思います、はい、なんですけど、これ3つあるんだけども、私これ4回目で3つ全部書いたから、2人とも書いてないですね。自由に書いて。これは一番空いてるらしい。あ、ちょっと隙間空いてるけどね。そうそうそう、その隙間に書くか、まあ、こう裏に書いてるメンバーとかもいるんだけど、私はもうこのここに置きますよ。ここに書いていいやつですか。いいよいいよ、別に見れば何でもいいよ。え、すごい、めっちゃサイン集まってますね。そうそう、すごいよね。ライブ前のルーティーン、それさっき喋りましたよね。さっき喋りましたね。ライブ前は時間がなくて何にもしません。私たちはわざわざしております、はい、私はぼーっとしてます。はい、ぼーっとしてます。時間あるんでぼーっとしてます。はい、ということですごいな。なんかいろいろ書いてるね。ヨンキは10周年だよって、すごいですね。すごいね、本当にすごいね。ピオスが10周年だって。すごい、みんな知ってた。すごい、あ、すごいね、大きな、すごい、なんかいっぱい書いて自由だね。私こういうのドリップしたくなっちゃうんですけど。じゃあドリップしよう。でもさ、これ絶対おしゃれにするためにさ、これ絶対開けたのにさ、塗りつぶしたいって言ってたんです、本当に。いや、わかるよ、私台本とかも全部塗りつぶしちゃう。え、ルとかさ、ミとか塗りつぶす。全部塗りつぶしちゃう。これ塗りつぶしちゃう、ちょっとで。危ない危ない、これとか全部塗りつぶしちゃう。これはね、ダメですよ。これはやばい、塗りつぶしたい。せめてこれにして、本当に癖で塗りつぶしたい。はい、はい、わかるよ、丸ね。そう、丸絶対塗りつぶしたいんですよ。どうよ、ほら、こんないっぱいあるよ。書いた二人とも。書いた。来ました。来ましたか。はい、じゃーん。はい、ということで、これはね、まあ、どこかで、はい、抽選でプレゼントになると思うので、はい、またね、応募の仕方などは改めて報告させて、お知らせさせていただきますので、皆さんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということでね、まあ、ユニット予想だったり MC のネタだったりは明日出演するメンバーに見てもらって、はい、まあね、自由に感想を述べていただきたいと思いますので、明日もね、皆さんぜひ見てください。よろしくお願いします。そしてですね、まあ、リレー企画で行ってほしい企画だったり感想だったりは、ハッシュタグエブリで SKE48 のをつけて、投稿していただけると嬉しいです。そう、ハッシュタグエブリで SK48 っていうハッシュタグが、エブリで SK48、そうなんですよ。皆さんね、ぜひぜひよろしく、うん、あ、でも明日最終日だ。え、そうですよね、明日最終日なんですか。明日最終日だ。え、私たちギリギリ、こったね、ギリギリ、本当じゃん、こっちギリセーフ、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 セーフだったね。危なかったよ。なんでね、まあ明日最終日なんでね、まあ、皆さんぜひね、まあ、感想だったりとか、あとね、12周年楽しみだなみたいなのもね、ぜひつぶやいてください。よろしくお願いします。以上、声のユニット予想視聴でした。それではここで改めてライブの告知をさせてください。 SKE48 12th Anniversary Fest 2020 12公演一挙披露祭の開催が今週の土曜日10月3日から10月5日まで開催されます。このライブは過去12年間で劇場にて行われた12の公演を現メンバーでリバイバルさせるという SKE 史上類を見ない最大かつ最小のラインナップです。ライブの視聴はストリーミングプラスファンストリーム、 LINE ライブビューイング、ジョイサウンド見る箱、以上4つの配信プラットフォームで視聴できます。各種視聴券は1日投資券だけでなく、何その笑うんですか。いや、笑ってないよ、笑わないでくださいよ。笑ってないよ。はいはい、各種視聴券は1日投資券でなく1公演1公演
と12周年特設サイトファンクラブへアクセスできます。また視聴券はアイパーアーカイブ配信終了までご購入できます。視聴券はまだ購入していないという方は、お申し込みを忘れずお願いいたします。はい、よくやりました。はい、ということで、また先日発表されたコインブックさんとのコラボいきなり NFT トレカの事前登録キャンペーンが明日の、10月2日の12時で終了となります。事前登録はキャンペーンサイトでメールアドレスを登録するだけと簡単です。特典として今年の2月に、静岡エコパーアリーナで、開催したライブの写真のトレカがプレゼントされるそうなので、登録がまだお済みでない方は明日の12時までに忘れず登録よろしくお願いします。お願いします。はい、皆さんね、明日のお昼の12時ですよね。正午ですね。そう、正午までなので皆さん忘れずによろしくお願いします。お願いします。はい、ということで配信してきましたが、そろそろエンディングのお時間です。どうでした？初めてどうだった？いや、なんかすごい楽しかったです。やっぱりちょっと喋ること楽しいなって思いました。なんかよかったね、喋れて。喋ることやっぱ楽しいなって思いましたし、やっぱ最高ですね。やっぱ SK 12周年やっぱ盛り上げたいなっていう気持ちさらに強くなったので、ぜひ皆さんお楽しみに。以上です。まだ終わんないでよ。もうちょっと喋るの。終わりみたいな感じですけどさ、まだありますよっていう。楽しかったですね、やっぱゆきさん。楽しいですよね。楽しい。すごい、可愛く描いてます。楽しいって。はい。めっちゃいい、めっちゃいいじゃん。でもそんな
本来てくれないと困っちゃう、ね、困っちゃうね、うん、ちょっと公演中だと聞けないもんね見逃したらあれなんだほら、みんな全部見ますって言ってくれてるもん。すごい、本当にファンじゃないですか、皆さん。すごいファンだよファン見てくれてる人はファンだよ。すごい、さすがだ。中でもリスタートだけは絶対見ます。本当に最初からですね。最初もちろん全部配信そうですけども、うん、最初から最後まで絶対見てください。お願いします。まばたきしてる間になんか起きちゃうかもしれないんで。ありそう、本当にさ。ケツのみんなってそういうことあるからなんか。できるだけずっと見ててくださいね。本当になんかリハ中とかもさ、なんか知らないところでさ、なんかみんな笑ってるから何が起きたの今みたいな。何かしら起きますよね。そう。本当に何かしら起きるの。なんか起きるからさ、本当楽しみにね。リハから思ってるからみんなぜひね。絶対しないでください、まばたきは。強制させる、本当に強制です。はい、ということで。はい。あやめろはじゃあリスタート公演以外には何に出るの？リスタートと、パーティーが始まるよ公演、あ、3日ですね。10月3日のパーティーが始まる公演と、うん、あの横浜出演しずに5日ですね、シアターの女神公演出演します。うん、あ、そうですか。シアターでないんだね、4日は。そう、4日でないんですけども、うんうん、パーティーが始まるよ公演は、うん、私がもう研究生の時やってた声なので、懐かしい。一緒に出、一緒に出てたよね。出た。出まし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 た。懐かしい。全然喋ってくれなかった時ね。喋ってなかった。こんなになんか厚かましくなかった。厚かましい。なんでそういうこと言うんですか。厚かましい。なんで厚かましいって言われたんで、ちょっとこれからちょっと控えます。控えます。絶対無理だよ。控えますね。あんまりちょっとあんまり出しゃばらない。気をつけて。気をつけます。絶対無理やもん。絶対無理やもん。ゆきちゃんは？私は、リスタート公演と、2日目は僕の太陽公演で、うん、3日目にシアターの女神とラブネの女神。ゆきちゃんもう続いてんだ。あ、続いてる。5日ちょっと3公演やってるってことですよね。そう。12週間ライブ。朝だと思ってたんで、私シアターの女神。あ、そうかそうか。今知ったんで。うん、今知ったの。そう、これ結構いけそうだなって。あ、そうか、近くだ、保護格かなみたいな。あ、これならいける、これいけそうだな。すごい自信、すごい元気な時間なんで。あ、そうだね、うん、11時じゃないから。そうです、元気なんで。よかった、よかった。そう、はい、ヨガさんは私は、3日にリスタート公演に出て、その次パジャマドライブ公演に出て、続いてんじゃん。そう、私も続いてるんだよ、ね、続いてるんですね。で、4日に坂上がり公演に出て、うん、まあ、5日は11周年のね、特別ライブに出るんだけど、うん、そうだね。と考えるとやっぱ毎日楽しみですね。皆さん本当にもう明後日なので、やば、心の準備してます、はい、本当に何が起こるかわからないこの12公演一挙披露祭なので、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでね、リレー配信も明日が最終回になってしまいます、はい、最終回に出演するメンバーは中村泉ちゃんと古畑奈央さんと末永おばちゃんです。時間は今日と同じで19時からです。ショールームアプリをスマートフォンにインストールして SK48 の特別配信ルームをフォローしておくと、配信開始と同時にお知らせが届くので、配信を見逃すことがないと思います。ぜひフォローお願いします。お願いします。そしてルームのフォローはパソコン、スマホともに画面右上のハートマークを押すとポチッ押すとフォローすることができます、はい、また配信画面の左上にあるパン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 あんの間違えましたパンあんの、すみません、左上にパンあります。皆さんパンじゃないです、パンじゃない、すみません、バナー、バナーですね、バナーバナーバナーねバナーですか？バナーですか？すみません、バナーをクリックすると12周年特設サイトファンクラブへアクセスできます。視聴券はこちらのサイトからお早めにお申し込みください。よろしくお願いします。最後に名古屋コロナ対策ハートフルメッセンジャーからのお願いです。現在新型コロナウイルスの感染が再び増えています。手洗いやマスクの着用、3密を避けるようソーシャルディスタンスの確保など、感染防止のご協力をよろしくお願いします。また名古屋市では3つの D を除菌する 3D 大作戦を実施しています。不特定多数の方がよく触るドアノブ、電気スイッチ、電話の3つの D を除菌してから
物を除菌して物から人への接触感染の防止をご協力お願いします。新型コロナウイルスの対応に当たる医療従事者の支援に、名古屋新型コロナ対策でデラハートフル基金が設置されております。寄付のお申し込みに関する詳細は名古屋市のホームページをご確認ください。はい、ということでそれではここまでお送りしたのはチーム E の板根女とチーム K2 の新井由紀と同じくチーム K2 の太田彩香でした。せーの。